もラリホンです。というわけで今回もみんなの投稿を見ていこうと思います。プロのラリホン、なんかできたやつ。というわけでね、ツッキさんのね見せプレイ見ていくんですけど、この人ね、あんまり頻繁には動画にしてないんですけど、たまにちょこって動画出して激ヤバなプレイを残してってるんですよね。でその方が今回カズヤでなんかねできたらしいんで見ていきましょう。なんだろうか。さあまず、はい、1P がツッキさんかな。0パーからコンボ決める感じかな。さあ行きましょう。横 B から、はい、マジンケンして、おい嘘でしょ、嘘でしょ、マジンケンして、おい、ちょっと待って、な、ま、テクニック使いすぎやろ、シャトルランしてるやん、もうな、え、右から左に行って右に行って右に倒すっていう、何をしてんだこの人は。はい、もう一回見ていきましょう。一回じゃあ理解できませんね。ゼロパー即死をしたっていうのは皆さん分かると思うんですけど、情報量多すぎ。なんかすごい滑ってませんでした、マジンケン。このマジンケンはまあちょっとありそうやけど、これさ、これなんか駒になってるやん。駒数やなってるやん。で、下強キャンセルもなんかね、絶妙に、もう完璧なタイミングが使ってるし、もうね、見てみんな右下、0% から 184.5% まで、繋がっていきましたというわけで、神です。やったやつにもらりほーん、そこそこうまい総集編2というわけでね、そこそこうまい店プッシュっていうシリーズがあるんですけど、まあ、それの総集編というわけで、まあ、総集編なんだから、そこそこうまいは超えてるんですよ。もともとそこそこうまいとか言いながらめちゃくちゃうまいんで、めちゃくちゃうまいの総集編なんで、もう、神々うまいですね。ひざめてよというわけで。ひざめてを早速決めていきましたというわけで、まあ、サムネマジンケンなんだけど、まあ、どんなプレイかな。まあ、総集編なんでね、どんなプレイかって言っても見たことあると思うんですけど、やっぱりね、あ、こんなんやったなってなるからね、電光石火うまいよね。あれ、ミスったら死にそうやよね。飼育のこれな。飼育使い前作と比べて少ないんで、今作は。なんかその競技シーンとかも少ないんで、まあ、前作もそんな多くはなかったけど、ああいうプレイを見る機会がないから、なんかいいよね。うん。お、このプレイ、やるんだ、みたいな。やるんだ、みたいな。ファルコンパンチ決めていきまして、ところは、釣り竿しずえを掴んでいって様子見て、それ、もう一回行くのこれ。もう一回行く感じ、あ、もう一回行く感じこれ。上なんだ、上じゃないんだ、え、あ、横なんだ。メテオで下なんかと思ったら違って、上なんかと思ったら違って横やったわ。飛び道具の取り扱い注意ってことやな。カウンター持ちにやな。さあ、空間で落としてきまして、一回映画音暴れをしてくると読んでガード置いてましたね。店プレイってね、そのコンボとかもそうなんやけど、確定してなくても、読み切れればね、確定させれるんでね。確定もどきですけど、ああいう感じで、まあ、どうせ暴れるんだろうとかだったら、ああいう感じでガードしてね、そこから繋げれるんでね。このイングイングはめちゃくちゃうまいというわけでね。さあ、これは、はい、ブラピが、あ、なんか反射多いね。反射使いうまいってすごいいいですよね。飛び道具使いにプレッシャーを与えれるんでね。さあ、これは、はい、いいね、ウエスマ当たっていく、いいですね、ウエスマバースト。思い出した、やってたな、これ。見たことあるもん。やってた、やっぱうまいな。なんかそのシリーズの中でも特にうまいなと思ったやつをやっぱね、総集してるんで、さすが総集編っていう、なんかもうどうなんその実況は。総集してるんでさすが総集編とか言うと日本語おかしいよな。実況レベル低すぎるんだよな。今のウェビー速調見たな。さあ、これは何だっけな、これは。天空やった気がするよ。違ったわ。合ってたわ。合ってたわ。よう覚えておいたこれ。さあ、これは、あ、これめっちゃね、なんか右まで行った気がするぞ。記憶通りやったら。おお、真横すまして。合ってるか、あ、合ってないな。思ってたも違ったわ。ちゃんとうまかったけど。さあ、プリン、もう予想すんのやめようぜ。さあ、ほら、これ眠るすると思うよ。予想すんのはやめようぜ。つって予想していって外していくのから、リホン攻撃とかね。まさかのクエのバースやった。さあ、ピチュー、はい。踏みつけましたよね。踏みつけからこういう展開。あー、今のシューリング当たらん、いい位置やったなー。なんかね、そのガノンとかやって当たっちゃいそうけど、ピッチューちっちゃいから逆に当たらんっていうメリットあったんかもな。さあ、空射して、ダウンレンして、空射して、横スマ出ていくというね。そのね、地上の空上ダウンレンってむずいんだよな、今作。なんか台やったらできるんですけど、なんか地上はむずいからほんまに。キャラ限でもあるし、クッパでさ、結構当てるむずいと思うよな。さあ、不思議そうもさっき大ダウンレンしましたね。さあ、ルイージ、はい、お、一回すかしましたね。ジャンプすかしして上火当たらん、あ、バースしやんかったけど、ジャスがしてもう一回上火していくっていうね。やっぱりね、ああいうね、ホッとするとね、適当になっちゃうんですよね。受け身の側ってやられてる側って、だからそういう時はやっぱりしっかりね、冷静にね、空車なんかしたらあかんというわけで、まあ、これは当たっちゃう。あれは当たっちゃう。あれはリュカの上様がなんか強いわ。さあ、DA して、はい、落としていって、
コマ利用する感じか。わあ、そしてもう一回クールドコア2回で決めていくっていうな。もういいとこあったもんな。使ってくださいっていう位置にあったもんね、コマがね。おお勢いいいね、今の空車ね。さあこれは上火まだ知らない、で死ぬか、うん、上火じゃ知らんかったけども、なんかおなじみのね、うん、どんなとこでコンボしてんねんガウガウやな。さあ、これあったら覚えてるよこれ、 300% 超えてるもんこれ何やってんねんみたいなあったもんな。さあこれは、はい、ダウンして横火して割っていく。もう一回割りそう、予想していいですか。もう一回割ります、1億円かけます。よし1億円死守、もう一回割るにかけません。オッケー、かけなくてよかった。さあこれは、あ、これで決めてよ。これこれは結構こすってるからね、この人ね、やっぱ衝撃プレイだからなこれすごいよな、うん、ちゃんと実戦っぽいしな、なんか全然やらせ感もないからさ、うん、やばい読みだなと思っちゃうよね。いや、メタナイト天敵なんですけどね、ガノンの、ガノンの天敵なんですけど、やっぱり読みさえあれば、まあ、誰でも倒せるのがガノンドフというわけでね、今回もそうかったというか、まあ、総集編そうかった。プロの日本アドリブ撃墜衆13というわけで、なんか名前変わってね、昔シュウエじゃなかった、シュウエになってるよ脳筋なんは変わらんけど。さあ見ていきましょうか。クッパとファルコが、クッパあれ何の撃墜演出、ちょっと予告今日かな、でもなんかちょっとそういうモーションも見えんかったから、なんかサムネから楽しませてくれるよね、うん、サムネから楽しませてくれるよ。さあ横スマに2回振ってるよ、怖いな怖いな怖いなってやつそれで倒せるんかい、それで一撃倒せるんかい、マジかよ。パーセロン何倍だ今の。横スマ今3連続打ちますよ、横スマしか脳がない、あのこの人トコミさん周囲脳筋でしたけど、あのこう対戦相手なんかよっぽど脳筋ってわけでね、全然脳筋じゃないっていうのはこのファルコフォックス間違えました。そこはクエヌして、そう横うまいな、そこガーッとやっぱしちゃうからね、めっちゃ決めていくと今のはもう完璧避けれんかった、空中前出しちゃいましたからね。やっぱ復帰するときにその技を出しながらね帰ってくるキャラっていますから、そこに足刺さるよね。封鎖して封鎖して帰ってこれないと、なかなかね攻撃判定強いというか、その剣判定ってそのさ、剣判定にその敵の攻撃判定が座れるんで、その対術じゃなくて剣を使うキャラってああいう素子強いですよね、あの事故らないから。なんかルイージとかであの傘当てで事故っちゃう場面あるじゃないですか、そのガロンがメテオ行ったらメテオ出なくて事故ったみたいな、それがないんでね、剣判定持ってるキャラはね。さあルイージうまいな、ルイージにバーストしたと思ったらルイージで使えるんだっていうところは、コマやって空号183体だよな、このロボット耐えすぎでしょ。さあピチュー、このさ、この左耳にリボンつけてるピチュー珍しいな、ピチュー自体が珍しいから、もうどのカラーも珍しいって珍しいんやけど、もう右に行って左に行ったり左に行ったり右に行ったり左に行っていくというね、そういう感じですよ。さあこれは、あ、これサムネじゃないか、うん、どうするんだ、あ、前投げか、前投げバース、あ、やっぱり激ズインズ詐欺か、うん、あ、うまいあまりにもうますぎるケツ。さあこれは、お、脳筋だな今のつかみ3連撃は、当たっていて、えそれいけるんだ、それバーストできるのすげえな。いやいやいや、今のまさにアドリブやったら、いや、アドリブ的選手ね、今はね、あの3つぐらい溜まってんのよな、あ、もっと見なきゃいけないもっと見なきゃいけないけど、投稿頻度すごいよな、モチベ高すぎ。というわけでプールの2本アドリブ撃墜集15を見ていきますというわけで、先ほど続編ですね、はい、もうあと16もあるでね、3つじゃなかったら2個溜まってましたね、今16あるんですけど、また明日ぐらいに17上がるんじゃないかな。さあ、サムネが6個もありましたね、ちょっともう考察すんのぜとは、さあ上火して、地上指ほんま強いな、あの X とかのドンキーって地上指クソ弱いんですよね、紹介は動画してないけど、なんかね横移動してないんですよね、その場で回るだけみたいな、うん、空中ウェビーの動かない地上場みたいな感じで、ああいうバーストできないんで、この作はほんまに一発よね、ドンキーのウェビー。そんな話をさせたらもう数々の命が失われてるんですけど、うまいな、ロイな、ロイのプレイヤー俺好きだわ。これサムネや、なんだおい、メタプリを当てて、メテオはメテオ判定ならず、全然メテオ当たらんぞ、大丈夫か、今のかわいそうだったな、メテオ判定ちっちゃいがゆえに、あー2度目の正直、3度目は当たらんかった、1度目外し2度目当て3度目外しやったわ、うん、30% ぐらいな当たり確率な、あれくぐり抜けるパターンあるね。さあこれは開幕予告日は CPU だよね、CPU レベル9メートルみたいなね、開幕予告日するのは。さあこれは、はい、おまさかのサムス空前して、どうする、ボム置いて空母か、空母当ててバーストしない、ギリ耐えていきますけど、まあカス当てでも当たり止めるからね、うまい阻止展開ちゃんと取っていきましたね、と思いきやまだ何かあるのか、これメタナイトがやり返していくとか、
やり返しプレーもやっぱ花あるからね、うん、バチバチ感があるけどね、やり返してなかったわ、ボコボコプレーと、うん、やり返しというか、これ一方的にボコボコプレーと、うん、空下2回決めていくというね、今の上目楽しいんだよね。俺の目はも、俺の目は、あの、なんていうの、見過ごせない、もう入力わからん、俺の目は、俺の目は騙せない、うん、今のサムス上目、帰ってこれんかったやろ、うん、俺は見たと、俺は見てました、ちゃんと。それは変えてこれやんな、プリンな、さすがにな。飼育ピチューというわけで、ピチューじゃない、ピカチュー、うん、ピチューとピカチュー あのクムトンつかんかった俺、うん、あうまい、そこ当てれるのすごいな。他かも乗ってるから多分メテオ強いんだろうな、判定がな、判定とかそのぶっ飛ばしが、いやなんだ、どんだけキャラ使えんねん、アドリブ力追収、しかも全然納金じゃないんだよね。はい、というわけで、あの2連続見ましたけど、もう1個あるんで、もう1個は次回プードラリホン撃墜演出クイズ63というわけでね、あの星5ですね、星5がいっちゃむずいね、うん、サムネでも全然わからんかった、ドンキーとミューツおったら見えたんですけど、あれ無理でしょ今の、今のもうほんまにこれむずいと思う、誰がいる、ミューツー、これ横スマのなんか出てるな、やけどな、え誰がいんのこれ、え多分ミューツーはもう後ろ返してるだけ、台上で、パルプンテで消えてるやつが横スマするんだ、なるほどな、うん、これ分からんて、うん、う見たら分かったけど、これまずパルプンテで消えてる勇者がおるってなったらすごいよ。はいどうも、尺稼ぎ TV です。というわけで皆さんね、ちょっと僕今考えてることがあって、あの髪の毛を、まあ、染めようかなと、もう1年2年ぐらい黒髪なんですけど、まあ、昔金髪の時期もあって、まあ、動画とかも出してたんやけど、ピンクにしようかなと、ピンク、あのピンクつってもその真っピンピンじゃないですよ。あのおしゃれな感じのピンクね。薄ピンクというか、なんだろう、このステージのピンクともまた違うな。なんだろう、まあ、ちょっと紫寄りのピンクというか、うん、赤寄り、なんだろうな。わからんけど、あの皆さんどう思いますか、てか今なんか染めてる人いますか、リスナーさんで、あの派手髪に。あの明るい髪ね、派手髪、あのいましたら教えてほしいというか、それかあの憧れてるこういうのに将来染めたいなとかある人はちょっとよかったらコメント、あの、まあ、スマブラ関係ないんですけど変えてくれ、うん変えてくれ、